<laughs> 松田先生よろしくお願いいたします <laughs> はい菅総理大臣は今日2名アメリカのバイデン大統領とおよそ30分間の電話会談を行いました大統領就任後日米首脳の電話会談は初めてとなります日米同盟さらに その強化していくことで一致したということなんですが。日米関係今後どのようになっていくのでしょうか。解説をお願いします。<laughs> そうですね。まあ正式にバイデン大統領が決まってから。の話はまあ今回初めてなんですが、まだ。 あ就任する前ですね、えー、バイデン大統領に決まった、その後も電話をされているので、えーまあ、結構、両方合わせると、ですね、えー、時間的にはあ長い時間話したということになると思うんですが、まあ、ポイントはですね、えーまあ、日本にとって重要なこと、アメリカにとって重要なこと、ポイントはあまずはその安全保障上の問題ですね。 で日本は、このとアメリカとの間に日米安全保障条約というのがあるんですが、えー、日本の安全、日米安保は日本の安全の要だというふうにですね、えー、まあ、<laughs> 題目のようにですね、どなたもそう言いますし、そう信じてるわけですが、えー、前にもこの時間にですね、日米安保の まあ真実に迫るような話をしたことがあると思うんですが、まあ、あんまりですね、えー、こういうことはこの放送その他でですね、えー、言うと問題がありますので、えー、私は辞直言とか、自分のです、ね、情報誌ではそういうことは書きますが。 えまあ放送とかそういうところではです、ね、言わないことになっているんですが、まあ、いずれにしてもです、ねえー、日米安保というのがまあ日本とアメリカとの重要なあこの同盟関係の絆になっているわけですね。えー、したがって、えー、まあ日本のご存じの通り憲法9条というのがありまして、えー、日本の安全保障に関してはです、ね、この憲法9条というのが一つの指針をです、ねえー、打ち出しているわけで、えー、一言で言えば選手 防衛というのが、ですね、えー、この憲法9条の精神というか、貫かれていることですね、一つ一つ言葉を取ってみても、ですね、えー、まさに専守防衛ということになっておりまして、えー、分かりやすく言うと、ですね自分の頭の上の肺を自分で追い払えないということなんですよ。一一,元一句 憲,憲法9条に書いてる文章をよよよ読めばですね、これ、日本語で書いてますから、えー、この日本語で書いてることを日本語で解釈すればですね、えー、そうなるんですよ。で安倍首相 はですねまあお辞めになりましたけども前からですね安倍首相に限らず前からあーまあ自民党の歴代の総理大臣は、えー、自主防衛という指針を打ち出してまして自主防衛っていうのはあ,ある意味ではですね専守防衛と相反する考え方なんですよ自主防衛ですからね専守、えー、防衛っていうのは守るだけでですね、えー <laughs> 攻撃は最大の防御なりというこの軍事上安全保障上の哲学というのがありますけれどもこの哲学は世界中認められてる哲学でありましてそういうことになってるんですねだからそれを間違えだといえば話は別ですがまあ世界中がそ,のそうだと言ってることをですね日本だけが違うんだと。<laughs> 敵が来たらあ持っているものを全部さらけ出してどうぞ持って行ってくださいとその代わり殴らないでくださいとおまあそれがいいと日本人一人残らずそう考えてるならばそれはそれでいいとは思うんですが専守 <laughs> 防衛というのはですねそういうふうに <laughs>。 自分の頭の上の灰が追えないということなんですよ。まあ、これは私の意見でもなんでもないんで、憲法9条に書いてある第1項、2項がありますから、えー、これを読めばですね、えー、日本語でそう書いてあります。さて、えー、この菅総理のですね、最大の関心事は、この日米安保に基づいて、アメリカ軍、米軍がですね、沖縄、 を中心として日本にですね駐留しているわけなんですが、まあこれが一応日本の安全を守っているということになっているんですよ、まあそう書いてますから、そうなっているんです。でこの米軍がですね、えー、アメリカに引き上げるというのをですね、えー、菅総理は一番恐れているわけなんですよ。ね、えー、ですから <laughs> この電話会談で、えー、話題になったというか、一番中心的なあお話はですね、えー、インド太平洋。 におけるですね、この安全保障という、まあ、そういう言葉は使いませんでしたけども、法のもとにです、ねえーまあ、インド太平洋のこの平和をですね、お互いにこの構築していくということが大事だと、で、トランプ大統領の頃はですね、日本を矢面に立って、ですね、この、まあ、分かりやすく言うとですね、アジア,ア,ジア太平洋のこの、<laughs> 法のもとにこの安全を確保するということは、中国包囲網ということなんですよ、もう難しいことを考える必要はないんで、中国包囲網を作りましょうということなんですよ。 でそういうことになると、ですね日本とかインドとかあフィリピンとかインドネシアとか、えー、オーストラリアとかあいうですねこの諸国がこれが一致団結して中国の脅威に、えーまあ、立ち向かっていきましょうというのがですねアメリカの構想でありましてで日本、菅総理大臣がですねそのことを忘れないでくださいと日本もその方向でいきますというのは本音はですね えそうやって中国の包囲網をつく作るう形をと取れば、ですね、えー、つまりそういう包囲網を構築するということになれば、アメリカ軍は日本から撤退できなくなるわけですから、ここにポイントがあるんですよ、で日本と中国との間は、ですねこのところ、非常に好調というか、あまりたあなんていうんでしょうか、対立がなくて、ですね経済では中国の、<laughs> あ 安倍,えー、安倍総理が、ね、2017年に中国に行ってです、ね <coughs>、一帯一路をです、ね、日本は支援すると、中国のおいわゆる外交政策であり、経済のです、ね、対外経済の指針になる。 方針ですね皆さんご存じだと思います一帯一路というのがありますが、えー、これを日本がですね、えー、支援するということを打ち出しまして、それからあと、お日本の財界と、ですね中国の財界との交流が盛んにこの進んでまして、えー、どんどんと民間では、ですね中国と、日本と中国とのそういう経済協力関係がですね、えー、現実に進んでいるわけですよ、えー、そして今もそれがどんどん進んでいると。こんな時にですね 中国包囲網でですね、軍事的対立をするなんていうことはですね、考えられない話なんですよ。まあ、しかしながら、えー、バイデン大統領とこの中国包囲網にあたるですね、インド太平洋の平和を維持するという話を出して、そうだそうだと、で沖縄も日本の一部… 尖閣諸島を中国が占領したら、これは沖縄を占領し、に侵略してきたと同じで、アメリカ軍は日米安保のを適用して、ですね、えー、守ってあげますよぐらいのことを、まあ、あアメリカのトランプ大統領も言うし、バイデン大統領も言ってるわけですよ。そそういううういいいことにすすればですねあるいはそういう <laughs> ことで、えー、話が進めばですね、えー、アメリカ軍があ沖縄から撤退するなんてことはですね、言えなくなってくるわけです。逆に言うと、菅総理の狙いはですね、そういうアメリカの言うことに乗ってですね、えー、ならばあ、このアメリカ軍は日本から撤退し,しないでくださいよという、ここにポイントがあるんですよ。だから、あ何でもかんでもですね、 えなんか中国の軍事包囲網を作るんだと、その方向で菅総理とバイデン大統領と一致したなんて、ですねえまあ話の上ではそういうことになってますが、実際にはとんでもない話で <laughs>、日本の現実を見たら、ですね皆さんの中にも中国と直接間接取引をしてらっしゃる方いると思いますけれども、こういうまあ中国と日本の経済関係で、ですね日本が、 ああこの中国軍事包囲網、中国に対する軍事包囲網で日本が矢面に立つなんてことは、ですね非現実的もは,なはだしいんですね、しかしながら表向きはですねそういう話にしとかないとああ、それならもう米軍は撤退しますからって言われると一番困るわけですね、まあ、そういうことが行われたんだというふうに理解しておけばいいんではないで松田先生、ありがとうございます。はい <laughs>